皆さんこんにちは、ボートカチャンネルのえのきです。今回は前回に引き続いて上半身のストレッチを紹介していきます。ボートカ飛び選手は棒を曲げるために肩をかなり使っていますが、しっかりとストレッチをしてあげることによってコンディションを整えてポールに対する力を伝えられるように、また怪我をしないようにしていきましょう。では今回も始めていきます。まずは上腕三頭筋をストレッチしていきましょう。肘四つ這いになって肘前に出します。地面と肩との隙間を埋めていきます。この隙間がねなくなればなくなるほどしっかりとストレッチできています。10秒を何回かセットを組んでできるといいかなというふうに思います。次も上腕三頭筋を伸ばしていきます。自分の手、小手部分を頭に当ててもらって、自分のね頭で、その手を後ろに押していきます。そうすることによってこの辺りねしっかりと伸びているのが感じられるかと思います。これも10秒を何回かできるといいと思います。次は肩関節の複合的なストレッチです。四つ這いになったら伸ばしたい方の肩の手を逆の方向の手の位置に移動させて、逆の手は上から乗せてしっかりと押さえます。そしたら横方向に思いっきり引っ張る。横方向に引っ張った状態でお尻を後ろに下げて肩関節を屈曲させていきます。お尻を下げ切ったら自分の腕と腕の間から天井を見上げて、さらに体をひねっていきましょう。重要なポイントはしっかりと横に引き切ること、そして引き切った状態で後ろに下がっていくことです。この時も地面と肩との間の空間をできるだけ埋めてあげるようにしてください。次は肩関節外旋のストレッチです。肘前に出してもらって少し内側に入れます。逆の手を肘の下を通して手を持ってもらって、こっち側にね回旋させるように、引っ張るように、力を加えます。そうすることによってストレッチがされます。10秒を何回かできるといいと思います。横向きになってもらって肘前に出します。自分でいけるところまで内側にひねってもらったら逆の手で押しましょう。そしたら1回外側に振ってもらってリセットします。自分でいけるところまで行って逆側の手で押す。最初からね逆側の手で押すんじゃなくて自分で行けるとこまで行くというのがポイントです。どうしても棒高跳び選手肩関節硬くなっちゃう人多いです。特に、最大限にね屈曲ができない人が多いので、ペアになって、ストレッチもしましょう。両手を上に上げた状態で、その上に人が乗ります。そしたら手を押さえた状態で上から肩甲骨押してあげてください。もちろんね手加減はしてあげてほしいんだけど、結構痛い人が多いです。肩甲骨下の方から上の方に徐々に上げていってください。何とりかしたら足を上げてきて左右に振っていきます。補助の人は膝が触れてる方向と逆方向の肩甲骨を押してあげて、さらに剥がしてあげれるように、しましょう。押してる方の手も徐々に徐々に上に移動させてあげてください。立ち膝の状態になって自分の手を足に挟みます。その状態で挟んでる方の腕と逆方向に首を倒していきます。しっかりと手を挟んで肩甲骨を下に下ろしてあげておくことで首の筋肉がより伸びるようになります。これも10秒を何回かできるといいと思います。次は首の前側、胸鎖乳突筋とかこの辺にある筋膜を伸ばしていきます。自分の鎖骨の下をしっかりと押さえてあげて、押さえた方と逆方向に首を伸ばしていきます。この辺りの首の前の筋肉、スマホを見ていたりパソコンを見ていることが多い人なんかは特に痛いんじゃないかなっていうふうに思いますので、しっかりと伸ばしてケアをしていきましょう。これも10秒を何回かできるといいと思います。
次は胸椎の回旋、まあ胸椎っていうか胸の部分をねひねるようなエクササイズです。これ難しいんだけど、足クロスしてもらって膝を押さえる、そしてつま先を持ちます。その状態で腰の部分はねあんまりひねらずに胸の部分をひねるイメージで肩甲骨を地面につけに行きます。どうしてもこうひねるのがね硬い人は地面との距離がすごく空いてしまいますので、その距離をできるだけ縮めれるように頑張りましょう。押さえてる方の膝が必ず浮かないように気をつけてください。これが浮いてしまうと、まあ、どっちが良くなってるのか、まあ膝が浮いてしまってるから地面につけれるようになってるのか、自分が回旋できるようになってるのかが分かんなくなってしまいますので、必ず膝を浮かないようにしましょう。はい、必ず毎回自分がいけるね限界までチャレンジしてください。次も胸椎回旋のエクササイズです。四つ這いになった状態でしっかりとお腹に力を入れてください。そしたら片手は自分の頭の後ろに押さえてもらって、手で押しながら胸を回旋させていきます。しっかりと視線、自分の肘を見てください。この時四つ這いの姿勢が崩れてしまう人がいますので、しっかりと崩れないようにお腹に力を入れること、そして手で支えることを注意しましょう。片方10回を目安に、何回かセットを組んでやってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。今回は上半身のストレッチを紹介していきました。肩関節はかなり自由度が高い関節です。いろいろな方向についているいろいろな筋肉をストレッチできるようになるとさらにいいと思います。また、まあ、肩だけでなく胸周りの可動域があると胸でね進展していくような動作ができて、よりポールが押しやすくなったり怪我がしにくくなったりすると思います。ぜひ続けてやってみてください。今回のストレッチの内容、コメント等ありましたらコメント欄に、そして SNS にボータカハッシュタグボータカチャンネルをつけて投稿してください。ぜひチャンネル登録、いいね、グッドボタンの方をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。